こんにちは、美容室アームの鎌田です。今日は友達のタイプではどのような人が多いですかについて話をさせていただきます。血液型で言えば ABAB 大型、いろいろの方がいますが、平均して少し太めの友達が多い気がします。自分も決して痩せている方ではないので、そうなるのかなとも思います。性格的には神経質な人、おおらかな人、決められたことをきちんと守る人、守らない人、いろいろの方がありますが、日々結構楽しくやっています。以上が私の友達のタイプではどのような人が多いですかについて話をしてみました。ありがとうございました。